時刻はただいま2時20分を回りました。ここからは月曜日のコーナー、引き出しの中のラブレターです。面と向かっては言えない、心の引き出しにそっとしまってしまった思いを番組までお手紙という形でお寄せをいただき、朗読とピアノの生演奏を通してご紹介する、そんなコーナーとなっております。アシスタントは引き続きあやさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、引き出しの中のラブレターも、55回目を迎えるということになりましたけれども、はい、先週はですね、2代目になると自分で決めて生まれてきましたというですね、まあ、とても長いタイトルの曲をご紹介をしました。でこれは同タイトルの書籍がありまして、まあ、その本を書かれた小沢克也さんという経営者の方の出版記念パーティーで披露させていただいたということから曲を作らせてもらったものになります。あやさん、お聞きいただいていかがだったでしょうか。はい、この方ね、若くして社長に、ね、なられたいということですね。26歳で、2代目社長のような動きをこう、ねね、されたということなんですよね。でもちょっとその本当におごりなく素直で正直な人だなというのが、感じましたね。はい、もうね、ちょっと経営が悪化してきたら、もう今までのやり方が間違っていた、皆さん助けてください、お願いしますということでね、はい、社員の皆さんにおっしゃったっていうのは、そうなんですね、すごくこう勇気のいることですしね。経営者にとってはすごい勇気のいることだと思いますよ ね、素敵な方だなと思いました。はい、いや、僕も本当に素敵な経営者さんだなと思っておりまして、やっぱりそういう立場にいる人であればあるほどですね、なんかこう弱みを見せないとか、自分の間違いを認めるということがすごく難しかったりすると思うんですけれども、ただ、そこでこうコピー機のところでもうみんなにこう涙ながらに謝ったっていう歌詞があるんですけれども、そこから本当に会社が一丸となって発展の道を歩み出したという、そういうストーリーでしたので、非常に勇気ある経営者さんであり、その誠実な姿勢がやっぱり社員さんにも届いたんだろうなというふうに思っております。はい、そんな2代目になると自分で決めて生まれてきましたという、でたまたまその小沢克也さんというのは先週も申しましたけれども、私と出身地が一緒でして、千葉県鎌ケ谷市という、ね、で鎌ケ谷第二中学校っていう出身中学まで一緒ですごいですね。はい、でそこでZOZO の前澤社長も同じ中学校出身という、すごいもう大物だらけじゃないですか。はい、という、そんなご縁もありまして、先週はですね、生演奏でお届けしたこの曲を音源でお届けしたいと思います。足立満作詞作曲歌で2代目になると自分で決めて生まれてきました。全て変わり出した。
はい、ただいま2代目になると自分で決めて生まれてきました。お聞きいただきました。さあ、それでは本日 の引き出しの中のラブレター本編に参りたいと思いますけれども、まあやさん本日、ね、はい、第55回目ということで ね、 ゴーですね、ゴーでございますね、はい。で、まあ、50回記念の時はですね、ちょうどあの4週連続ラジオドラマ企画の最終回ということでね、はいはい、文字のないラブレターというのを、3人のアシスタント勢ぞろいでやりましたので、うんうん、まあ、特にですね、自分の例えば歌をですね、はい、披露するとかっていうことをしなくてなかったので、まあ、この55回目のちょっと節目にですね、私自身のちょっと思いを曲にしたソングレターを本日はご紹介をしようかなと思っております。はいはい、でこれがですね、もう私がこの音楽で起業した独立したのが2007年とかなんですけれども、まあ、最初なかなかやっぱりフリーランスって大変ですので、うん、まあ、起業したての頃に、まあ、どうしたらこうね、やっていけるんだろうかということでいろんな学びをしていました。で、講座に通ってですね、なんかこういろいろ自分で吸収したりというのをやっていた時に、自分の価値を10倍にする講座というね、まあ、そんなコンセプトの講座をやってらっしゃる会社さんがあって、なんかその言葉に惹かれてですね、はい、そこに、まあ、当時10何万円ぐらいの講座でですね、結構高額なの で、うん、でね、いやどうしようと思ったんですけれども、えいやっていうことで飛び込みまして、はい、でそこで、まあ、いろんなことを学ばせてもらった中にですね、自分の心の拠り所となるような文章を作ろうと、そんなワークショップをですね、講座の中でやったことがあります。でこれがマインドホームというふうにその方はおっしゃっておられたんですけれども、まあ、心の家ですよね、うんうん、これからいろいろと自分が起業してやっていく中で迷うこともあるし、落ち込むこともあるし、諦めそうになる時もあるでしょうと。だけれどもそんな時に自分がなぜここで頑張ろうとしているのか、そこに原点に立ち返られるような、そんな結晶化された言葉があれば、またそこから再度這い上がることができる。だからマインドホーム、心の拠り所を作ろうということでですね、結構そのワークをしている中でもですね、何人かでやっぱり一緒に研修受けてるんですけれども、お互いサポートし合いながらそういう文章を作るときにですね、はい、結構涙ながらにですね、そうなんですよ。また文章に書き出すということでね、はい、自分の思いが形になっていきますもんね。いやなるんですよね。だから改めてやっぱり言葉の力っていうのはすごく あるなというふうに思っていまして、はい、で私はやっぱり音楽の人間で、しかもこう手紙を曲にするということをずっとやってきましたので、うん、まあ、まさにこのマインドホームというのは自分から自分へのお手紙のようなものですので、じゃあそれを曲にしておいたならば自分の場合は一番心に響くんじゃなかろうかということで、はい、そのマインドホームとして作った文章を元に曲を作ったものがありますので、まあ、これを聞いていただくと割と私足立満という人間のなんか、まあ、人となりみたいなこともリスナーの皆さんにも知ってもらえるかなと、はい、いうことで、まあ、55回目のちょっと、まあ、勝手に自分で節目にしてますけれどもね、記念すべき GOGO の回にですね、はい、そんな曲をお届けしたいなと思います。それではあやさん、ここからはですね、読み上げていただいて、私が即興の BGM をピアノで奏でたいと思います。思い出してごらん。歌がうまくなれると気づいたあの日を。高校の昼休み、ご飯を5分で平らげて、毎日音楽室に直行して、同じ発声練習を一生懸命やっていた。声が出ることが嬉しかった。自分の世界が広がった。自分に自信が初めて持てた。地に足ついて生きられた。あの頃僕には歌しかなかった。歌しかなかった。思い出してごらん。自分の歌を求める人に気づいたあの日を。会社はボロボロ。自信はズタズタ。どん底の経営時代、
誰にも言えない苦しさを与えることで乗り越えた。泣いてくれた人がいた。変わってくれた人がいた。支えてくれる人がいた。押し上げてくれる人がいた。一人のために書いた曲が僕とみんなを救っていた。思い出してごらん。今目の前にあるありえないほどの大エール。僕はこんなに愛されている。僕はこんなに満たされている。僕はこんなに恵まれている。すべてのことは揃ってる。足りないものは一つもない。落ち込むことも一つもない。みんなが僕を待っている。今も待ってる人がいる。一人も傷つけることなく、僕は僕の音楽を生きる。それでは今の手紙を曲にしたソングレター歌しかなかった、お聴きください。
僕を支えている、だけど忘れない、誰かのためであっても歌いたいという気持ち、それが始まりだと。それから歌しかなかったお聞きいただきました。あやさんいかがだったでしょうか。なんかやっぱりあの熱い思いというかね本当にあのやっぱり歌で人を感動させられたりとか人の心を動かすっていうのはすごいなと思いますね。ありがとうございます。もう本当にあのこの曲なんかはさらりと歌おうと思っていたんですけれども、途中からなんかその時の思いとかを思い出して自然と自分もなんかグッと思いが入るなというのを、まあそれもまた歌の力かなと感じました。おります。ありがとうございます。でちなみにですね、まあ、今日この曲をご紹介したもう一つ理由がありまして、はい、その研修をまあ講師として、まあ会社としてやってらっしゃった、まあ、私の友人がいるんですけれども、まあ、現在ですね、食道がんでステージ 4B、リンパから全身に転移して1月に診断を受けた時に、まあ、7月までという余命宣告を受けられたとのことでした。ですが先日もですね、Zoom で仲間たちが一緒にこうお見舞いという形で集まった時にはもう100人以上の人がですね、その方のもとに集まって、なんだ思ったより元気じゃないかみたいな笑いもですね起きるぐらいの、そんなことがありまして、で、まあ、7月を乗り切ってですね、まあ、今も、闘病中でいらっしゃるんですけれども、本当に多くの人に勇気を与えてくれたあなたに向けて、今日は歌わせていただきました。あなたのおかげでこのマインドホームができ、私も自分の思いをこうして曲にして今も活動を続けています。このぐらいで終わる人じゃないと思ってますので、ぜひ元気になってよかったら僕のラジオにゲストで、出ていただけたらと思っています。はい、ということで以上引き出しの中のラブレターでした。